皆さんこんばんは、高知熱帯魚サービスの久竹です。よいしょ、はい、今日は撮影ライブにしたいと思います。撮影全然間に合ってないね、全然間に合ってない。皆さんよろしくお願いします。今新しいライブを立ち上げています。リンク、はい、トシ&アズキさんこんばんは、ソラテン兄さん、クリームプードルさん、リリーさんありがとうございます。 BGM 入ってなかった、 BGM 入ってなかったかな、え、 BGM 入ってなかった、はい、改めて皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ちょっと質問あるかな、質問見てみようか。94、トラテン兄さん94、アイスさん、アイスさん、なるほどなるほど、いい質問いただいているんで、早速見せていただきたいと思います。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。アイスさんからご質問いただきました。先日背びれが裂けた相談をしましたが、お休みリーフは外しました。これいいと思います。原因がお休みリーフじゃないかなと思うんですけど、少しずつヒレは戻ってきているので様子を見ようと思います。これは自分のね、ヒレの再生能力というのがあれば、ヒレは再生してきます。そして前回も書きましたが、フレアリングをしないという、鏡を見せても棒を見せてもこんな感じです。了解です、ちょっと見せてもらいます。これ危険が危ないよ、ちょっと水位が高すぎるね、水位が高すぎるね、違うことで申し訳ないけど、水位はもう1センチ2センチは下げといた方がいいでしょうね。なるほど、この子が若干若いっていうのもあるのかもわからんけど、厄よくする必要はないと思うんですね。エラは広げてないのかもわからんけど、鏡にはしっかり反応してますからね、まあいいと思いますよ。で、僕撮影してても鏡に触れ、エラ広げない子もいますからね。うん、だからまあするとすればね、するとすればカンパラのカンパラメチレンの混合の薬浴、もしくはヨモギも併用、ヨモギも併用もいいと思います。でヨモギだけっていうのもヨモギの葉っぱの中にはね、タンニン酸も入ってるんで、それだけでフレアリング始める場合もあります。だからこの子が今薬浴をこうしないといけないというのは僕はあんま感じないんだけど、様子見でいいんじゃないかな。鏡に反応はしてるからね、うん、反応してるんでいいんじゃないですか。はい、きちっとね、これいいことですよ。キスゴムのところにね、ちゃんとボタン穴開けて、ヒーターの後ろにスポンジを入れてくれてます。これグッドです。ね、申し訳ない、これも危ないよ、これも危険が危ない、これもあったのか。いや実はね、あんまり入れない方がいいんですね。入れるんだったらジャワモスをこう入れておくとかね、お魚が引っかかっても怪我しないような形、これ特にハーフムーンには言えることなんですけど、このタコツボはね、メスは大丈夫ですよ、ワイルドとかメスは大丈夫だけど、これも欠損の原因になります。
なります、うん、だ履いてくれたら可愛いけどね、可愛いけど、だからハーフムーンに関して言うとハーフムーンスーパーデルタね、まあ、ベルテールも含めてなんですけど、ヒレの柔らかい大きな個体、これはヒレを痛める可能性があるんで、タコツボも外した方が僕はいいと思います。まあただね、産卵とかの時に入れたりすることもあるのでマストではないです、マストではないんやけどね、はい、アドバイスするとすればっていう程度かなとは思いますけど、まあ、あのお休みリーフ外していただいたんでね、これはいいと思います。よく怪我することあります。はい、だいぶこっちかな。はい、何か入れてあげたいと思うけど考えちゃいますよね、ヒレかけのこと考えると。そうなんですよ、ヒレかけのこと考えるとね、躊躇しちゃいます。まあジャーモスがいいよね、だからね、うん、後でジャーモス紹介しようか。ジャーモスっていうのは、しばらくやってないですもんね。小暮さん元気ですよね、この子。そうなんですね、そうなんです、ももさん、ベタちゃん飛び出しちゃいそうなんです。これはね、水位をここはやっぱり3センチ以上、ハーフムーンで3センチぐらいは開けておいた方がいいでしょうね。もっとっていう可能性もありますよ。中にはね、餌にジャンプする子がいるからね、これ結構教えてるというかね、こうやってはいはいってやったらジャンプして食べちゃう子いるから、そういう子朝起きて星になってたりと悲しいじゃないですか。これはもう事前に防げることなんで、ぜひ。はい、3センチぐらい以上は下げておいてください。まあおやすみリーフ可愛いからね、あれヒット商品なんですよ、すごくヒット商品だったけど、ちょっとあのハーフムーンにとかベールテール、ヒレの柔らかい個体っていうのは避ける傾向にあるから気をつけた方がいい。あとね、枝のとこね、枝の元分かれがあるでしょ、あそこのバリをこうペーパーでこするとかね、されるといいと思います。これ水位はね、絶対に3センチぐらいは、アイスさんこんばんは、下げるといいと思います。こうあとはタコツボはね、ちょっと危険が危ないあーなるほど、この水槽普段はぴったり隙間して、あーなるほどですね、蓋をきっちりされてるっていうことで、まあそしたら大丈夫ですけど、それでもね、ワイルドとかプラカットにそれが通用するかって言ったら通用しないんですよ、マジですよ。え、こんな穴からって、蓋してもここ5ミリぐらいすくじゃないですか、このあのコードのとこ、上のコードのとこね、あんなとこから飛び出しちゃってるからね。まあヤマトヌマヘビなんかやったら完全に脱走しますよね。脱走します。チャ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 チこの子見てる感じはね、大丈夫ですよ、これ。エラを必ずマストで広げなければならないっていうものでもないし、これぐらい元気に反応してたら問題ないですよ。で、ちょっとこの子若いと思うのね、まだね。まだ若いですよ、この子。はい。だから、もうちょっと様子見たらいいんじゃないかな。このエラを広げるのがマストではないっていうこと。これも覚えとってください。大丈夫ですよ。はい、 A さんはじめまして、タコツボ検討していたのですが良くないんでしょうか。これはね、別にワイルドとかメスとかこんなんは問題ないですよ。ハーフムーンを飼うときには、後ろの穴ちっちゃいでしょ、あれを抜けろうとするから抜けちゃうからね。だから入れない方が僕はベターだと思います。
はい、A さんこんばんは、よろしくお願いいたします。もし初めてだったらチャンネル登録いただけるとむっちゃ励みになります。毎晩やってるけどね、なかなかチャンネル登録者増えません。はい、ヒロという名前で今ホームから質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。はい、ということで、ヒロさん、はい、こんばんは。昨日通販でハーフムーンのベタをお迎えしました。その時はヒレがうっすらピンク色になっていたのですが、今日見たらさらに色が濃くなり、充血するのは良くないね。転送時のストレスかとは思いますが、何かで、これちょっと、塩 0.3% をブラックウォーターにしています。これはね、なるほどね。流血ではない。これ、元の写真はどうだったですか？真っ白だったですか？これ今、ヒレ畳んでるでしょ？だったら、ちょっと赤みが強く出る個体いますからね。ただ、その、予防としてね、お迎えした時の予防、これはどこからのお店でも一緒です。この場合は、今考えてる今考えてる、情けないな。日動のね、週3は何やった、商品名はアグデンです。アグデン、はい、アグデンっていうお薬でね、3日間ほど予防するのが僕はいいと思うんです。はい、その方が安心するよね。ただまあ塩と何だったブラックウォーターにしてるのか、まあこれも効果はあると思いますよ。はい、だからまあ初めての方が、初心者の方がね、簡単に手に入るお薬で、3日間薬浴することによって、もしその子が病気を持っていたとしても治療できるしね、見た目完全に病気だったらちょっと対処また違ってきますよ。ヒレを閉じちゃってるとか、今のこのような状態ぐらいの個体であれば、アグデンの薬浴で、アグデン弱い薬なんですけど、まあでもね、一部の病気にはすごくよく効くし、何かわからない病気持ってる時もある。これね、グッピープラティも一緒なんです。で、グッピープラティ、あ、撮影ライブ終了してないの。あ、ほんまや。はい、クリームプードルさんありがとう。終了します。で、続けます。で、アグデンプラティというのは健康保菌者っていう、健康保菌者っていう言葉を聞いたことないですか。まあハーフムーンとかね、オスベタは単独買いがベストなんで、まず混縁させる方はいないと思うんですけど、例えばメスベタの混縁を目指されてる場合は一緒ですね。例えば10匹15匹、飼ってて、そこに新しい、あ、この子綺麗な子見つけたから安かったし買っちゃったっていう方、ちょっと待ってください。そのまま水槽に入れるのは危険がマックスです。マジで怖いよ。で、その子をね、まず1週間隔離飼育して様子見るんですよ。で、そのうち3日間アグデンの薬浴行っておくと、安心して1週間目ぐらいにね、本水槽に入れることができます。これグッピープラティも一緒なんです。まあ、なかなかね、ご家庭で1週間ネオンテトラグッピーを隔離するっていうのは難しい話やね。で、その場合にはね、買ってきた魚と一緒にアグデン浴するっていうのも一つの手です。だから全部が全部病気持ってるわけではないですよ。で、特にね、我が家で飼ったグッピーちゃんいっぱいいるんで、そこに綺麗なグッピーを足したいなと思って1匹入れたと。で、長年我が家で育ってる子供っていうのはもう
本の国内の水にはもちろん慣れてるしね、まあ病気は持ってないと思うんですけど、お店から買ってくる個体、まあ海外から輸入された個体、国産の物品もいるけどね、その子は病気を持って、健康保菌者だったとしましょうね。全然、外見的にも問題ないと。ところがその持ってる菌が今皆さんが買ってる水槽のお魚に対して耐性がなかった場合にね、ブワーって病気出ちゃうことがあるんですね。これ健康保菌者って言うんですけど、でこれをその予防するためには、まあアグデンの、投入、アグデンは水草大丈夫ですから、でもしくは観賞魚パラザンディ、これも水草大丈夫なんです。でやっちゃいけないのは、僕がよくおすすめしているメチレン。メチレンは水草耐性ないです。枯れちゃいます。でぜひ、これを覚えとっていただければ、今日僕の動画を見て、あ、食べるんだったなということであれば幸いなんですけどね。でまあこの子はまあアグデンの薬浴しておいてもいいし、まあブラックウォーターと塩入れてるんで、ちょっと3日ぐらい様子見てもいいんじゃないですか。はいはい、ありがとうございます。ちょっと戻ります。レトさんです。お便りです。我が家で生まれた自慢のハーフムーンダンボ君です。綺麗な子に育ちましたということでね、レトさんは今ダンボをいろいろ掛け合わせてベールテールのダンボを出したいと思って今一生懸命、やっています。はい、でご自分で返したね、レタちゃんです。これ昨日も見ましたけど、もう一遍見てみましょう。どうですか。わー、素敵ですね。はい、皆さんもぜひ、チャレンジしてみてください。まあ念願のメスベタの婚姻水槽、これペアリングしたらやっぱり200、300子供が取れるからね、やっちゃったらいいと思います。少し BGM が大きいです。ありがとうございます。はい、ちょっと下げました。リリーさん、ありがとうございます。大地さん、こんばんは。はい、大地さんからのご質問です。繁殖にチャレンジしたいと思っています。この子のお嫁さんを探しています。どういう子がいいのか教えてほしいです。ざっくりとした質問ですが、よろしくお願いいたしますということで、大地さんの、あーいいですね、ブルーマスターとか、わー綺麗ですね。しかもパステルカラーのブルーマスタード、いいですね。むっちゃいいね。これはね、まあいろんなパターンがあると思う。もちろんブルーマスタードいいですよ。この子を維持したいんであれば、まあブルーマスタード系の子いいと思います。でこうパステルカラー系の子に対して、そのこの子より薄い子、今ブルーイエローホワイト入ってるよね、ブルーイエローホワイト、これ非常に大事なことなんですよ。まあこのブルーイエローホワイトの中でメスを選べば無難にこの子の近い子も出ると思います。でまあ僕はその中でおすすめって言ったら、まあブルーマスタードか、あーイエローホワイト、イエローホワイト、ブルーは強いからね、イエローホワイト、あとまあ赤が入っていいんだったらラベンダー系のピンクの、ピンク&ホワイトの子もいっぱいいろんな子が出ると思うんです。もともとブルー&ホワイトでもいっぱい出ると思うよ。うん、はい、
どうなんだろう、メスベタの中で今ライブでライブで探してみようか。お嫁さん、お時間ちょっともらえますか。お時間もらえるんだったら、探してみます。ね、メスベタはどこへ入ってるか。メスベタも今回結構入ってますよ。で、ただはい、大地さんありがとうございます。いった。脚立に脚立に引っかかった久竹で、なんということでしょうね。はい、まあどうなんかなと思うんですけど、ちょっと見繕ってみました、それぞれにね。でこの中で言うと、まあ、僕の前の子がいいかなとは思うんですよ。体も大きいからね。でこの子との倍率が分からんので、どうかな。まあ、このそれぞれ3匹どれ使っても大丈夫だと思いますよ。どうなんかな、倍率的には。A さん、あのね、温度は合わせてね、温度は手で触って明らかに違うって言ったら2度以上絶対違うから、
で大体一緒って思ったらプラスマイナス1度ぐらいですよ。で水の温度は合わせた方がいいですよ。で水質をね、これ天敵が悪いっていうわけではないで、天敵が悪いっていうわけではないけども、大丈夫ですよ。水はベタはだから水道水に合わせてあるんやから、水質的には水道水に近い水質なんでドボンで大丈夫ですね。まあ点滴したい方は別に反対するわけではないです。どうなんだろうねこの子たち。まあそれぞれで大丈夫だと思います。ただ一匹赤いのはね、これに赤入っても綺麗かなと。もちろん白の因子も持ってるし、青の因子も持ってるし、で赤の因子があるからね、赤い子、赤い色入れても綺麗かなと思ったのね。でまあこのさっきのブルーマスタードのメスが一番おすすめっちゃおすすめです。この子も大丈夫ですね。まあこのブルーマスタードが一番かなと思う。ちょっと色が濃いかなと思うんですけど、どうでしょうか。リリーさんありがとうございます。流れてるからわからんね。まあ 3.5 リットルあれば1週間に1回の水替えで大丈夫やで。1リットルの水槽は3日に1回がマストですよね。1リットルの水槽だったら3日に1遍がマストです。でジャイアントは1リットルぐらいで買うんだったら毎日やね。小暮さん、人間の五感ってね、人間の五感ってすごいですよ。右手で触って左で触って、ごめん俺とんでもないこと考え、右手で触って左手で触ってて違いわかるやろって、アホやなほんまに。でこの淡いブルーをするんだったらどうかな。青みがちょっと違うかなとは思うんで、このイエロードラゴンのメスね、イエロードラゴンのメス、こっちがおすすめだと思います。まあ後ろのあの赤い子は外した方がいいでしょうね。この2択でしょうね。ちょっと待ってね。これあれやな、カメラで見るともうちょっと淡い色なんやけどね、グリーンがちょっと淡い色なんやけど、はーい
若干違うな。横に並べた時ね、この子もっと緑っぽい感じなんですけどね、ちょっと偏ってるかな、色補正が。うん、こんな感じ、これぐらい、これぐらいです。だから青入れてみるのも面白いかもわからんけど、まあまあおすすめはこの3匹ぐらいかなと思います。まあ予備にね、あのメスちゃん産卵さす時にね、左右にメス置いておいて真ん中にオス置いておくっていうのも一つの手なんです。どっちと相性がいいかなって、お見合いさすのもいいと思いますね。これ綺麗でしょ。あのグリーンなんだけど中にちょっとマスタードっぽい色入ってるんですよ。だからまあまあ青とグリーンとどっちかにしたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん、はい、グリーンと両方取ってみるとかね、両方1ヶ月休ませて両方取ってみるとかとんでもないことになるよね。はい、姫水槽いけると思います。はい、質問は以上ですかってね。お値段的にはどちらも2480円です。メスはね、だからこんなライブの使い方っていうのもあっていいと思いますよね。うちの子こんな子なんで、メス選んでほしいんですけど、あ、お値段は2480円です。まあそれぞれに成熟してる個体だとは思いますけどね。でこのグリーン結構テールも3匹ともテール大きいしいいんじゃないかなとは思います。お値段は2480円です。だあとはほら YouTube で、ライブですから、あ、青い個体欲しいんですけどとかね、赤い個体が欲しいんですけどって、はい、そんなリクエストも面白いんじゃないかなと思います。24時間いつでもっていうわけにはいかないんですけど、はい、夜中の3時に今から青い魚を見せろって言って店電気落としてますから無理です。実はね、携帯の中の動画まだ何にも全部落とせてないんですよ。弱ったね。はい、あ、いけました。ジャイアントハーフムーンがいけたね。はいはい、レトさんお疲れ様。黄色の子とブルーが入ってる子2匹、あ、わかりました、了解です。
はい、この2匹で大丈夫ですか？この2匹ですね。高知県から阿蘇までだったら九州だったら翌日配達ですよ。翌日配達。今ね、午前中が行けるのが北九だけやったかな。宅急便がちょっと変わってるでしょ。詳しくは誰かに聞いて、誰かに聞いたらいいけど、店長に聞くのが一番ですけど、翌日配達は鹿児島まで全部行けます。いつか出会えたら黒目のダンボプラカット欲しいなって思ってるんですけど、黒目のダンボってなかなか存在しないも、黒目のダンボ普通にいるでしょ。黒目の方が多いと思うんですけど、東京も翌日ですよ。あの関東は翌日です。翌日午前中っていう便がなくなったんですけどね、宅急便の改変で。翌日2時4時が最短になります。はい、大地さんこれで大丈夫ね。はい、わかりました。黒目だと思うんですけどね。ダンボちゃんです。これはね、ダンボの一番やったね。すごくうっすら音楽が聞こえる。はい、すんません。
大体は黒目だと思いますよ。ダンボちゃんね、ダンボ濃いです。小暮さんありがとうございます。今回やっと見つけたダンボの恋です。ご縁があってよかったですね、これね。これね、ヤフーショッピングに載ってると思います。001でダンボ恋です。はい、濃いカラーのダンボ君です。10匹ぐらい入ってると思いますね。ただアルビノが、あのアルビノアイが最近ちょこちょこいるんよね。今日撮影してて気がついた子はいなかったんですけどね。俺この子が一番ええって言ったんやで、レトさんには。この子が一番カラーが良くないかいって俺レトさんには言ったよ。はい、これこの子の画像見てるやろ、ももさん。クリックリの黒目ですわ。いや、ダンボちゃん、ももさんが選んだ答えもとっても素敵です。今からお見せしようか、ももちゃんが選んだ答え。いや、ももちゃん選んだ答えも綺麗。あ、どっちかな、クリプーさんが単調にしたんかな、どっちが単調にしたんかな。あ、ももさんが OK なら、ももさんとクリームプードルさんが OK ならお見せできますよね。恥ずかしいからやんって。やん見ちゃってね。まあ、黒目ですよね。はい、ありがとうございます。え、このさっきのこの001はね、もうヤフーショッピングに載ってるから、クリックでお願いします。05M 0925の001。
はい、ヤフーショッピングに載っています。はい、ももさんが選んだ子です。この子も綺麗ですね。はい、ビッグイヤーです。はい、ももさんお買い上げありがとうございましたね。ももさんの答えです。はい、はい、ありがとうございます。この子も綺麗な個体ですね。システムは異常ないと思うんですけどね。ブルーコイいますか？ブルーコイね。大輝さんバッチリです。何番かな？ちょっと待ってね。
はい、ももさんありがとうございます。あ、じゃあクリームプードルさんやね。クリームプードルさんありがとうございました。はい、じゃあブルーコイ、ヤフーショッピングに今日載せた子ちょっと見ていきたいと思います。2匹いたと思うんですけどね。はい、はい、クリームプードルさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。この子7番です。はい、久竹ちょっと消えます。わ、そらちょっとでも大きい方がいいよ。25センチキューブ、30センチキューブだったら30センチキューブの方がおすすめです。で30センチキューブでね、水位10センチでペアリングするんですよ。はい、水位10センチでペアリングさして、でまあ産卵成功するじゃないですか。で、その後ね、まあメスはのけて、まあ、水位10センチだからフィルターつけれる水種類が限られてくるかな、まあ、スポンジフィルターつけるのがいいと思いますけどね、ずっと回せるから。で、まあ、10センチから15センチぐらいまででしょうね。でその後ね、子供が横泳ぎしだして、餌あげるじゃないですか。だから水質ちょっとずつ悪くなるからフィルターついてた方がいいよね。であとね、この場合点滴が僕はいいと思う。まあ点滴じゃなくてもいいけど、少しずつ足していくっていうのね。水をちょっとずつ増やしていって、まあ最終的には25センチの深さで大丈夫ですよ。水を少しずつ増やしていくっていうのがいいんじゃないですか。1週間かけて、これは僕が今日選んだブルーコイです。僕はこの子体型的にもいいし、カラーリングもいいなと思ってね。ただね、この色っていうのは3ヶ月ほどしたら変わってきますよ。ブルーがもうちょっと乗ってくると思います。今ブルーがにじみ出てきてるからね。ブアンさんのお魚です。
はい、よかったです。ぜひチャレンジしてみてください。で、30センチあれば対角にさっきのメスを2匹入れて、ね、瓶が浮いてもいいんですけど、まあ、瓶が浮かない程度まで水位張ってね、で中にオスは入れておくわけや。でどっちのメスの方へ泡作るかな、でそれで、決めてもいいんじゃないかなと思います。ハーレム、はい、この子もね、もう画像 05M0925 の007で載っていますから、ポチっていただけると嬉しいです。はい、もうあのアップ済みです。今朝僕が撮影した個体です。今朝あの画像はね、僕が撮影して店長が加工してアップして、で今動画を撮影しているところです。もう画像載っています。モテモテベタちゃんに、ゆきちゃん、ニモカラーのメスいませんか、プラカットとジャイアントハーフムーンで探しています、ジャストモーメントプリーズです。ローペップンなーって、ローペップのなーですよ。ガルナーローソクなカップが正解かな。お客様少々お待ちくださいが、ガルナーローソクなクラップ、ちょっと待ってねーは、ロペプヌンナップってロペプヌンクラップ、そこ外掛けフィルターしかない。あ、それはやめといた方がいいですね。あの水位を上げないといけないし、まあ10センチぐらいあれば十分産卵水槽としては使えます。あと少しずつ水位増やせれるからね、いいと思いますよ。はい、大輝さん、よかったらポチっちゃってください。ありがとうございます。ニモカラーのメスやね。
はい、キツナタクちゃんこんばんは。ニモキャンディ、ニモ、全部ニモのベースです。タマコちゃんこんばんは。色変わりしや、まあまあ基本的には色変わりするって思ってたら間違いないですよね。あの色変わりします。ソリッド以外はやっぱり色変わりします。一番ニモっぽい子が僕の目の前にいる子やね。下泳いでますけどね。あーなるほどね。いやー それはいいと思います。水流をね、壁に向けて、壁の角向けて出しておくと、エルボつけてね、エルボつけて流すっていう手もありますよね。まあ最初はつけない方がいいでしょうね。浮きすこわれるもんね。あ、一番大きい答えだ。目の前のキャンディーの子ですね。今左上にいる子やね。いいね、貫禄もあってはい、お母さんって感じ。これジャイアントハーフムーンのメスっぽいな。いや今回ジャイアントハーフムーンのメスとね、プラカットメスが一緒くたに入ってたんで、はい、青い子、はい、この子で大丈夫ですか。
青い子が入ってるこの子でいいかな。キャンディ、キャンディニモです。第一ファームのよもぎっていうのはどうですか。第一ファームのよもぎでーす。はい、ジャイアントプラカットメスです。あ、これごめん、ジャイアントハーフムーンやね。え、ジャイアントって言わなかった？プラカットって言ったの？ジャイアントって言わなかった？プラカットなの？プラカットとジャイアントだったら全然違うよ。この子ジャイアントのメスやで。 PK のメスなの？希望はプラカットのメスなの。ミルチョビさん、こんばんは。あ、ごめん、ジャイアントハーフムーンでいいよね、これはね。この子はジャイアントハーフムーンでいいよね。さっきの2つはジャイアントプラカットやったね。この子はテールこうなってるからハーフムーンで大丈夫だと思います。プラカットダンボのメスでイエロー系かピンク系の子たちいたらお願いします。ちょっと待ってね。大地さん、大ということは次はプラカットのメスがいるのか。大地様、大地様で、はい、じゃあこの子いきまーす。これはうん、ジャイアントハーフムーンで大丈夫ですね。あとの2匹はプラカットやったね。はい、ゆきちゃんありがとうございます。
はい、どうやろう。あ、僕の目の前にいる子がいいかもわからんね。このイエローの入ってる子がいいかなとは思うんですけど、まあそれぞれに2もの子です。どの子がいいかな。カラーリングはそれぞれに2もの子なんですけど、今一番後ろにいる子が大きくていいかな、お腹がね。黄色っぽい子がいいんじゃないかなと思う。この子がいいね、存在感もあるしね。かなえちゃんこんばんは。俺今日晩飯どうしたかな。かなえちゃん晩飯どうした。そんなん知らんがなって。あ、そうや、糖質取りすぎやな。いや、これはプラカットのメスです。この子たちはプラカットのメスです。はい、ゆきちゃんありがとうございます。はい、ゆきちゃんこの子で大丈夫ですか。
はい、ゆきちゃんありがとうございます。この僕にの横にいる子がね、マスタード入ってるの。まあ、あの産卵に使えそうなハーフムーンのメスですね。麦の葉摘んだ後ですが、まあすぐ芽出るよ。すぐ芽は出る。まあ産卵に使える子っていうことで選びました。マスタード入ってるのか、左の端の子、あの子マスタードが入ってる。でもあのピンク、イエローってさっきのプラカットのメス白い子が欲しい。あー、え、プラカットのメス白い子、あれ俺水槽戻しちゃったかな。わからんよもう。え、
佐伯さん。この子で大丈夫ですか？ここ綺麗やね。キャンディー、こういう、キャンディーにもです。はい、了解です。佐伯さん、ありがとうございます。プラカットミス。佐伯さんです。はい、佐伯さんありがとうございます。ハーフムーンのね、メスは今一番上におるダンボの子がマスタード入ってるね。まあ僕はおすすめするとしたらこの子やな。イエロー一色の子はいない、今回は。この子がイエロー入ってるんやけど、フィルタリングで
よもぎ乾燥させたら焼いとやで。お給なんかよく、お給なんかしないやろうけどね。グリーンマスタードやねこれね。はい、この子、え、この子ゆきちゃんか、え、この子でももさんいいの？今回黄色の入ってる子、この子一匹しかいない。はい、ももさんありがとうございます。はい、ももさんありがとうございます。ごめんね、ピンクの子がいなかった。プラカットではね、いるかもわからんけど、プラカット今どこにおるかわからんねん俺。ごめん、よう見つけてない。プラカットも20匹入ってるね。プラカット見つけたら、ピンクとイエローいたらのけとくね。ももちゃんは別に2日会えないことはないやろ。2日会えないことはないやろ。はい。ということは、一匹ね、ごっついレアな子いるね。これ、ウアンさんとこで見つけたレアな子。それ、紹介しまーす。まだ撮影済んでない子やけど。ナンバーはないけど。はい、日の丸飛行隊でーす。むちゃかわいいやろ。はい、この子をもし欲しい人いたら言ってください。プラカットのオスでーす。むっちゃ綺麗やろこれ。
クリームさん、前回の退入館の時に買った日の丸くん元気です。ふーちゃんこんばんは、ようこそです。昨日のライブで買ったプラカット恋が、え、それってちょっと待って、俺聞いた？クリプーちゃんごめん、そう、昨日のライブで買ったプラカット恋がいるので、その子もお願いします、番号ついてませんかな。え、ごめん、それ俺、おいら、え、記憶にない。あ、しえき、さえきさんね。さえきさんね。はーい、了解でーす。あんずくんとか。むちゃ綺麗やろ。はーい、もし希望者がいたら言ってください。プラカットの日の丸くんでーす。よいしょ。クロメちゃんでーす。アルビノじゃないね、クロメちゃんでーす。クリームブーダさん、うちの日の丸くん結構でかくなりましたよってお便りありがとうございます。はい、大地さんもありがとうございます。ハートに見える。上から見ても日の丸になってそう。いや、マジですよねこれね。ジャパンフラッグです。ジャパンカラーです。日の丸ってジャパンフラッグでいいのかな。これ左右対称っていうのがすごいよね。あの錦鯉で色のバランスってあるんやけど、これバランスいいよねこの子。上から見ても横から見てもジャパンフラッグです。はい、ありがとうございます。うちの子はもう少し赤が多めです。あ、それもいいですね、素敵です。はい、一世代次の子になるのかなこれね。
エールテールのベールテールの日の丸出る可能性あるでしょ、クリプちゃんとこの子は。でクリプちゃん、あの白大臣せんといかんよ、もう入らんよ、もう次入らんねん、あの子もう入らん、もう作ってんの入って、たまたまあの時は作ったけど今回はもう作ってない。そんな煽っちゃダメですよ。そんな煽っちゃダメ。確かにでもそんなあのなかなかいる子ではないというのは間違いないですよね。オンリーワンの答えです。
はい、31匹アップロード今したんですけど、撮影して編集した子、とりあえずメンバー限定で上げときます。またチェックしてみてください。はい、31匹かな。あー、ハーフムーンオス11匹、ワイルドオス10匹、ジャイアントハーフムーン、ジャイアントプラカット5匹とジャイアントハーフムーン5匹です。今アップロードしています。アップロードが完了したらメンバー限定で公開になります。冗談抜きで、だから俺この子残しとったんよ。これヤフオクで、YouTube オークションで出そうかなと思って、1匹しかいないんでね。大丈夫です。はい。またご縁があったらお願いいたします。今回ね、メコン川の夕日を超える映像ってないと思う。やっぱり、いやだからね、今回は映像変えたかったんですよ。変えたくてあちこち撮影したけど、このメコンの夕日はもう3ヶ月使おうかなって、僕の心の中では今思っていますはい、もうそろそろ変えようって言わ、いや、メンバー限定の子たちも気になるじゃない、大丈夫ですよ。今日撮影してた子やから、皆さん見てますから。で、明日には一般公開するというか、まあでもね、これも YouTube ヤフーショッピング載ってるからね、メンバー限定せずに公開にしたらええな。はい、じゃあ今晩全部公開にしときます。そうや、別にそんなもったいぶってするわけじゃないんですけど、全部もうヤフーショッピング、ね、載ってるからね。さあ、オープンにします。このあとチェックが済んだらご視聴いただけると思います。はい、31匹公開しました。これ今見てる映像ですよ。ここの下に出てる個体ね。はい、ということで今日も皆さんありがとうございました。明日日曜日ですね。いや、明日日曜日でね、ただね、星空撮影もええかなと思ってるんやけど、明日あれやろ、お月さんが2つ見えるとか。でもあれって見えるの本当に、俺よく分からんけど、朝の彗星は見えるみたいやね。見てみたいよね。でもね、ちょっと遠征に行ってもいいかなとは思うんですけど、昼間真面目に仕事しておいて、明日撮影お店で頑張ってやりたいと思います。だからリクエストがあったら言ってもらったら、その子を映すことはできますから。明日はね、俺今日昼寝してて4時間寝てた4時まで寝てたからね。はい、空天神さん、いつもありがとうございます。これなんで返信ができないんかな。あ、できた。西にお月さん、東にリトルムーンになるかな、わからんねん。どうなんでしょうね。
あ、もう大丈夫でしょうね。多分大丈夫だと思います。でも今日昼ちょっと疲れて、午前中出かけて、午前中病院へ送迎して、3日間連続送迎やったからね、もう疲れてお昼からちょっと寝てました。今日はもっと本当はね、プラカット15匹、撮影したかったんですけど、あのこっちの撮影はええね、一匹一匹画像を撮らないとね。以前は動画から切り取ってたけど、店長がダメだって、カメラで撮れるって厳しいからね、もうあの検査で引っかかってダメや、この映像の違いがわからんかとか言われて、あれここが抜けてるんやな、何が抜けてるのかな、これプラカットやろ、何が災いしてるの？分からん。分からんな。なんでやろ。あ、2番か。これ1番か。さっき確かエラー画面出ましたよね。これ思い当たる節がない。なんで？これちょっと巻き戻してみようか。ここやな。こんなんないのに、なんでこういう映像が出るのかな。いやー、もうないかもわからんぜ、長い炭が。最近炭焼いてないからね。あ、でもその長いやつでなければ、 あると思いますよ。大地さん大地さんありがとうございます。日の丸くんください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。日の丸くん、悩んで悩んで決めました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ4960円、ジャワモス550円買ったら送料無料になると思うよ。ジャワモスおすすめ、確か550円で販売してるね。大地さん、送料無料になる、1000円引きになるから。ヤフーショッピングにジャーモスって出てると思う。エサが550円、ジャーモスが550円やからね、どちらか買えば送料無料になると思います。1万円以上送料無料です。なんて動画が抜けるんかな、おかしいな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日も皆さんありがとうございました。長時間お付き合いいただきまして、高評価いただけるとむっちゃ嬉しいです。あとね、もし初めての方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録切にお願いをいたして、今日も一日ありがとうございました。今日は YouTube ショートあんまり出してないです。一件しか出してなかったね、ごめんなさい。また明日頑張ります。皆さんいい夜お迎えください。ありがとうございました。
ー